溺れたみんなお亡くなりに、いやもともと亡くなっとるか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今私は何をしているところだっけ。これ何やった。びっくりした、やめてよ。カレイド亡霊出没につき立ち入り禁止。めっちゃびっくりしたんやけど超びっくりしたんやけど、速攻で回復できたけんいいけど。え、じゃあこの中は、なるほど、一応なんかここにはしご的なものがついている。なんかモンスターだらけとかかな。え、暗、明るくなった。あ、でも思ったより雰囲気的には別に怖くなさそう。わからん。え、なに？怖い。え、なになに？めっちゃ怖いんですけど。え、なんかミイラ男立って。なんかピクピク動き、こっちにもおる。え、なに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 ？え、なに？なに？なんか動き出したけど。え、なに？なに？あー、キモいー。え、あ、普通に攻撃はできるのね。うわ、きっしょーい。え、なに？なんか定期的に。ひー、なんなの？吸血されてんのこれ。いや、めっちゃね、チャットの情報が聞きたいんだけど、これ遠くから撃てばいいんじゃない。でも遠くからさ、こいつ注目できんのよな。なんなん？あれ？はっ。キモいって。待って。え、なんかさ、あ、でもこいつ、やっつけんとそこの扉が多分開かんのよね。ねえ、なんかさ、いや、違うんよ。あ、来た来た。ギブドよ、睨まれると動けなくなるから気をつけるなよ、わかった。それだけ？ねえ、それだけなん？はぁ、はぁ、はぁ。あ、やっつけれた。え？え？なに？あっちもやっつけんといかんってことかな。やっつけれてないってことではないよね。え、でもなんかだいぶ体力なくなったんやけど、え？え？復活しましたけど？え？どういう状態？いや、こっち暗くない？あれか？炎がないからか。ええー！待って、目が合ってなくてもそういう感じなの？やめてよ。あれか、片方が倒れとる間に両方倒さんといかん感じなんかな。両方とも同時に、同時は無理やけど両方とも倒せたら、あー、あー、体力が危ない。なんか微妙な体勢で止まってんの。え、待って、体力がない。ね、体力がないよ。ちょっと外の骸骨たちやっつけてさ、ハート回復しよう。あいつら結構ハートいっぱい落としよったよね。なんなんやろう、どうやってやっつけるんやろう。え、ちょっと全然ヒント言ってくれんやん。睨まれたら動けんくなるけん気をつけてとしか言わんし。あ、そっか、今私武器使えん状態なんやっけ。あ、とりあえずリンクに戻ってデクの棒で火つけてみるか。とりあえずね。デクの棒。待って。は。燃えろよ！燃えろって。待って待って。え、ちょっと待って、ちょっと待って。
あれデクの棒はどこ行った？なくなった？ああ体力、助けて。あれ剣使える、あれ剣使えるのじゃなかったっけ、めっちゃ使えるぞ。あれだな、ゾーラリンクより普通のリンクの方がはしご登るのは早いの？さっきこんなサクサクいけてなかったよね、多分。てか呪い解けるんや。ここって言ったっけ？湧き水の洞窟、亡霊出没につけ立ち入り禁止。入ってこ、入ってこ。ここは？何も。何？え、あのなんか真ん中のでっかいやつ落ちてきて潰されるとか。え、そういう。死者のみの生きる地、イカアナ王国に何の用だ？何？あ、来た！こいつや！あの、兄弟のやつ。なんかあれよね。今までに出てきたあのもう一人のやつもっと細かったよね、多分。ここはお前のような生に満ちたものの来るところではない。それとも死者の仲間に入りたいとでも言うのか。いやー、それはないっすかね。それもよかろう。ならばこの偉大な作曲家、シャープ様の奏でる暗黒のメロディーで、安らかに眠り、死者の仲間入りをするがいい。え、これは、あの曲を聴かせんといかんのかな。普通に戦闘突入する感じ。え？なになになに？何の攻撃受けてんの私今。とりあえず一旦吹いてみよう。一旦ね。え？何やった？誓いの号令？潮騒ではないよね。癒しの歌、嵐の歌か？わからん。A 下上、A 下上。ちょっと一旦ね。A 下上、A 下上。一応戦闘中にも吹けるんだね。あ、ほらほらほら、なんか起こりうる、なんか起こりうる。なんだこの曲は。まさかこの曲は。そうだよ、君の兄弟が残してくれた歌。なに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 、めっちゃ回転しだした。あ、消えた。うわ、酔いそうだ。あれ、消えたな。何？水でもなくなる？あ！水がなくなるんじゃないわな。そっかそっか。逆に水が溢れ出て、水車が動き出した。え、待って、あの周りの、何やっけ、ギブド？うわ、なんかすごいのんきな音が流れ出したけど。この場所に似つかわしくねー。流されるんやねん、こいつら。ああ、滅される。溺れた？みんなお亡くなりに。いや、もともと亡くなっとるか。ミイラ男やもんな。なに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 ？爆発する？うわ、なに？破裂するんじゃない？なに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 ？怖い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 。え、なに？何事？あ、もしかして、この軽快な音楽が、この軽快な、なに？踊り出した？あ、違う、びっくりした。地面に潜ってった、土に帰ったっていうことでいいんかな、これは。この音楽に乗って踊り出したんかと思ったわ。え、これです。なんであの骸骨ら残っとるかな。お、鍵開いたんじゃない。おー、なんだよ、成仏したんかと思ったわ。フラットよ、我が愛しき弟よ。死してなお王家の復活を夢見た愚かな兄を許してくれ。お、優しい心が戻ったっぽいね。見た目的には全然、悪っぽいけど。死者を恐れるものよ。弟の歌により、私にかけられた呪いは解けた。どんな呪いやったんやろ？ただ単に性格が悪いだけじゃなくて。すべてはお前のおかげだ。いえいえ。我ら死した者はこの地に蘇ってはならぬはず。
え、これさ、あの、はしごの、はしごを降りた先におったあのギブド？あれはどうなったんやろ？あれも消えた？やっつけれんやつやったんやないん。だって、やっつけ方みたいなアドバイス一切なかったもん。それを狂わせたのは、すべては仮面をつけた者の策略である。え、私も仮面つけよるけど。違う？お前が本当に死者を恐れるなら、この地のボス的なことかな。いつもボスからなんか仮面剥ぎ取っていきよるもんね。この地の神殿に赴き、我らを苦しめる呪いの根源を絶ってほしい。ふんふん。そのためには、何？なんか肝心な部分言わずに去りそうな、ああ、言ってくれた。なんかふわーって消えていきそうな雰囲気が漂っとったけど、神殿に入る方法を唯一知っている我が王に会うのだ。我が王？それはやっぱり亡くなっている方なのか？王家の復活がどうのこうのって言ったもんね。滅ぼされとるってことよね。ちょっと、そのタクト振るのやめてくれんかな。すごいな。世話しないな。王は滅びたイカーナの城で呪いを解いてくれる者が来るのを待っておられるはず。え、そこでまた嵐の歌を吹けばいいの？この曲って結局何なんやったっけ？全然覚えてないんよね。教えてもらった時のこと。頼んだぞ。うわぁ、消えてった。すげえな、めっちゃ水湧きよる。あ、ね、ここもしかしてさ、潜っていけたりとかするかな？せんか。とりあえず。え、朝？え、朝？え、びっくりした。いや、なんか暗いけんさ、めっちゃそこ深いんかなと思ったら、普通に足ついた。どういうことやねん。なんかありそうな雰囲気漂わせやがって。とりあえずちょっとハート満タンにさして。てか、君らは、ああ、でもあれか、ギブドは、その、死んだやつが、なった幽霊的な存在やけど、こいつらは普通に元から、モンスターってことか。うわ、のんきな音楽。ねえねえ、とりあえずさ、ちょっと、水車の家にも行くんやけど、あの、はしごの、下、ついてこないで。やめてよ。それはお亡くなりになる高さやって、せっかく回復したのに。おるやんけ。どういうこと？影響されねえ、こいつら。おるな。これさ、要はなんか一、違うか？炎の矢で撃つんじゃない？ちゃんと矢あるよね。でもな、デクの棒ダメやったんやもんね。どうかな、いけるかな。でも包帯やもん、普通燃えるって。あ、燃えて、え、燃えてるけど、え、え、なに怖い。え、なに怖い。え、なんか、え、周りの包帯なくなった？なんか、え、包帯なくなったな。え、怖いって。なんか骨と皮だけに。骨あるんか？この状態やったら切り刻めるとか、そういうことかな。ひー、え、キモいー。ね、この状態やったらきっちりやっつけれるんよね。痛い。え、なんか、別にさっきと変わらん気がする。ま、とりあえず、とりあえず切ってみるけど。え、どう？どう？蘇えんなって。リーデット、睨まれると動けなくなるから捕まったら振り払うのよ。リーデット、そんな名前でしたっけ？振り返らないで。怖い怖い怖い。振り返りつつ普通に戻っていきようやけど、こいつ。今戻ってるから近寄ってくんなよ、おめえって感じ。ギブドってどこから名前来たんやろ。リーデットって名前やった。
どういうことだ？え？包帯がなくなって名前が変わったわけじゃないよね？え？わからんわからん。え？さっきもリーデットやった？私の記憶。とりあえずハート回復しとこ。あ、そうよ。このお面つけとったらなんか、同じ。呪いで剣が抜けない？何？どこで呪いかかったよ、今。ちょっと待って。いや、今この瞬間まで使いよったやないか。どこで呪いかかったんだよ、おい。ね、ちょっとやっつけさせて。もうこいつらのことは宿屋ぐらいの感じにしか思ってないけん、私。いよ。何？女の子？え？いや、水車は回り出したし、のんきな音楽は流れ出したけどさ、周りめっちゃモンスター飛んでるから。あ、そっか、今私人間の姿じゃねえや、大丈夫か？とりあえずお面外して話すか。おいおいえ、もしかしてあれか？さっきの時点で人間の姿じゃなかったのが良くなかったか？もう一回。せやな。とりあえず、他の建物の中とか入って、画面切り替えたらもう一回女の子出てくるかな。はっ。いない。ええ。私失敗したのでは。はあ。こんなやつのとこ出たくないよね。ええー。てか、塔の前で、ねえ、こんな仮面を付け替えたところで、見えないっすよね。いや、でもなんかあるかなと。くそ。どこに向かえって言った？ちょ、待って。もう一回ちょっとゾーラになっとくね。あれってか、今、剣抜けたな。呪い解けた？なんか、うん、抜けたな。なんか、呪いが解けるまでの期間短くなりました？どこに向かえばいいんだろうか。この辺って入った？神殿に向かえって言ったよね。妖精の泉やった。そっか。普通に回復の場ここにあったんだな。近寄んなよ。今、体力満タンなんだよ。満タンの今、あなたに用はないんです。どこに行けばいいの？なんか、看板立ってるな。イカアナ城正門。いかなる方法をもってしても、封印された門は開かない。あ、切ってしまった。違うよ。読める？読めねえよな。読めねえ。なんかちっちゃい穴開いとるよ。やったー、突破できるやん。いかーな、古城。なんかキモい絵描いとる。え、キモいな、なんか。なんか知らんけど。え？これはスイッチかな？何？え？なんもなってないんだけど、何？え？天井引く。え？どこが何になったの？あれ？これなんか、押したり引いたりできんのか。この絵何なんやろ？太陽よね。今ので門が開いたとかない？ないか。何なの？どうすればいいの？入れたと思ったのに。なんなん。入ったけんなんなんって感じやけど。切ることはできないのね。ここ。なんかフックショットで引っ掛けれるような場所とか。あの辺とか引っかからん？あ、めっちゃ跳ね返されるやん。
そう。そのなんかブロックというか、模様はなんか関係あるんかな。怖いな、なんか喋りかけてきそうな感じの絵やな。なんなん？どうすればいいん？ねえ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 。あ、てかあれよね。何か一個大きな進展があった時点で、セーブをした方がいいよね。確実にうろうろしよる時間めっちゃ無駄やもんね。戻れた方がいいよ。うんうん。ん？なんだい？なんなの？どうすればいいの？どこに行けばいいの？なんか他に。ん？あそこなんか上登れるんかな？なんかいろいろ穴が開いとったり。ん？あれは何？あそこなんか入っていけそう。口の中。ついてこないで。